てと、ああ、更衣室にでも帰って着替えでもするか。あ、イエス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 、おー、イエス、オッケー。ちょ、待って待って待って、ねえねえ、どうやってウィンドウ消すん？な、ちょっと待って、ウィンドウ消したい、ウィンドウ消したい、ウィンドウ消したい。ちょっと待って待って待って、ドアを開け、私の目に飛び込んできたのはカトレアのおっきいおっきい下着姿だった。おっきい下着姿ってなんだ。 B か、あ、こっちだ、 B だ。あ、私で隠さなきゃ、私で隠さなきゃな、これどこを隠せばいいんだろうな、私これどこを隠せばいいんだろうな。ちょっと待ってよ、これ私こうかなどうすればいいんだ、私これどうすればいいんだ、これちょっと胴体怖いよ、私の胴体怖いよ。ちょっとこれちょっと待って、これやってね、こうでしょう、こうかちょっと待ってこうかちょっと何にも、よし、これでいいか。よし、オッケー。ドアを開け、目の前に飛び込んできたのは、カトレアの下着姿だった。うわ、無駄だった面積、ちょっと無駄。無駄だって、これ。これ。ちょ、あでやかな下着と、スラッとした体、ちょっと追尾するか。追尾するしかないよ、これ私。追跡型隠さなきゃ。スラッとしな、した体ながら柔らかみのある美しい肌に、目を奪われる。道着を着替えている最中だったのだろう。脱ぎかけた道着のせいか、ただの下着姿よりも戦場的に映る。時間にしてみればものの数秒だったかもしれない。それでも私にとっては今までで一番長い数秒間だった。なんでここに、絞り出したのはそんな言葉だ。このままではまずい。本能が競輪を鳴らしている。まずはこの場を穏便に、離れて、それからしっかりとカトレアに謝罪をしなければ。横シューティングゲームやばい、横シューティングゲームになってしまった。違う、これは不可抗力というか。私の言い訳を、黙って聞いていたカトレアが小声で何か言葉を発する。だが道着の練習音と混ざり合ってうまく聞き取れなかった。早く閉めろと言っているんだ、この大バカ者。ごめんって、そう言うと彼女は竹刀を片手に持ち勢いよく振り下ろしてきた。あ、痛い、ちょやめてやめてやめて、すいませんでした。あー、くそー。私は勢いよく扉を閉めて、私はがっくりと扉のライター徹夜だよこれ。